この企画の説明をしよう。コメトがストーリーで告知し、コートに来てくれた方とワンオンワンを行う。だが、これはただのワンオンワンではない。例えば、1回戦目コメトが10対5で勝利、2回戦目は4対10で視聴者の勝利。このように10点マッチのワンオンワンを積み重ねていき、先に合計得点が100点に到達したチームの勝利となる。さらに視聴者チームが勝利した場合、抽選で超豪華なプレゼントが当たるぞ。しかもプレゼントは視聴者全員にもらえるチャンスがある。プレゼントの応募条件として YouTube のチャンネル登録、 Instagram のフォローが必須となる。今のうちに登録をしておくんだ。コメトと視聴者の熱き戦いが今始まる。勝利をつかみ取るのはコメトか、それとも視聴者か。 VS 視聴者100点マッチ101。はい、第6回ということで、やっていきたいと思います。今回来たのは熊本県。ちょっと告知したんですけど、告知した場所と変わっちゃいました。いろいろこうごたごたがあって場所は変わっちゃったんですけど、熊本の平井大橋公園っていうところでバスケットをしていきます。もう橋の下で日差しも避けれていい感じのところでやっていきたいと思います。なんで今回は来てくれたってよりいた方という形です。でもさっき先に挨拶してやってくれる方がいらっしゃるので、早速対戦相手の方に登場していただきます。呼んできます。早速登場していただきました、軽くニックネームの方を教えてもらえたら。りょうです。りょうさん、はい、はい、37歳。りょうさん、はい、めちゃめちゃ年上でした。お若いです。はい、で、今回ちょっといきなり行って対決っていう形になってしまったんですけど、今回も今まで通りルールは先に説明した通りでやっていきたいと思います。で、今の得点状況がこちらになってます。7点差ぐらいで確かコメトが勝ってます。状況なんでそれを縮めてもらえたらって形。はい、で、自分の得意なプレーだったり、こういうプレーが好きですみたいな感じのがあれば言ってもらって。いやー、特に得意なものは謙虚謙虚なタイプ。 もしくはめっちゃ隠してる。あ、俺に読まれないようにっていう可能性もありますね。参加条件である Instagram のフォローと YouTube のチャンネル登録の画面をこちらに見せてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。YouTube バッチリしです。はい、ということで参加条件を満たしていたということでやっていきたいと思います。いきましょう。はい、今回も実況はコメトと龍河です。よろしくお願いします。お願いします。今回は熊本県、はい、ということで、このね、珍しいコートだよね。橋の下に、橋の下にある。ちょっとね、ネットがないのが分かりにくいよね。確かに確かに。けど今回もか、はい、告知ミス。じゃあ今回は告知を出したんですよ。これはちょっと聞いてほしいですね。告知を出したんですけども、ちょっとこういろいろと手違いがあってコートが使えない状況になってしまって、行った先にいたりょうりょうさんな。りょう、一回り以上年上やで。37歳ですよ。37歳。うん、本当だ。今回は天気がね、見えんね。ちょっといつも緑と青でいい感じだな。え、けどなんかロケーション悪くはない。フェードフェードフェードウェイ。うわ、美しい。入った。美しい、このプレースタイル。ちょっとね、年の差ハンデもあるしさ。りょうさんはその前に2対2ガッチガチやったってめっちゃ汗かいとったけど、これ勝たないかんよ。これはもうひょこっと現れて1対1しだしたけど。とうとう県外ですね。そっか、今までずっとこうやってやってきて、うん、初、これ初県外か、これは。うん、はい、この企画では初。うん、イエス。でね、これね、地面ね、ちょっと怖かったんですよ、ここの地面。
見て、ゴム製剥がれてるんよ、なんかスリーポイントの枠もなんかしっかりなんか点がありますよ。うん、点々点で、そう、どんだけね、どんだけ経費削減したかったっていうレベルよね、削り方がこう、あの、相当熊本県お金なかったかもしれない、これ見て、その思考に落ちるの嫌やわしかもこの地面直さん感じもこれ、県の金ないぞ、これ橋の下なのに橋の下ってとこもまたやない？いや、まずネットからやろ。およー、いいよ、いいよ、いいよ、3対1か、いい勝負や、3対1ですよ。おぉ生きとる、えぐい、それ惜しい。これもうすぐ50点台乗るんじゃない？今回で、あー、トータルが、うん、コムちゃん46ぐらいからスタートしたっけ、うん、その辺の何点なのか把握せずに戦いようけどさ、勝たんといかん、うん、どうやるでしょ。そう、もう勝ちに、一個一個勝ちに行くっていう思いでしかやってない、正直で。いいじゃない、負けたら自腹でプレゼントにすからね。そうよ、それだけは阻止ですから。勝ってほしいけどね、視聴者さんに。おー、今練習しました、これ。これ練習したやつちょっと出しましたよ、違います、練習してないです。なんか奥に、なんか謝ってる、なんか台湾人の方っすね。わおしょ、何しょ、カメラをね、GoPro 使ったっていいなと思ったんだけど、嬉しかったって言いそうになりました、今嬉しい、しかも羨ましいのあれではなかった。わぁ、お前もスリ打つな間違いないです。ひどいお言葉、すげえ打った。え、やばい、追いつかれたよ、4-4や。このね、もうね、30代ぐらいでバスケしよう人ってシュートがね、めっちゃうまいんです。シャバスにって思う体力が減った分、もうシュートが研ぎ澄まされてるよ、うん、無駄な動きを削っていくよね。いやー、入るね、素晴らしい。今スリーか、スリーかね、ツーか分からんかった。ここさ、これ右にあるね、右にあるの梅の木かな、これ。うん、て右にあるの梅の木よね、これ。外めっちゃ綺麗ぜ、これ。そう、最中に出たー、もう拾えて、うわーい、同じリアクションした。いや、これファールもらったね。あ、ファールか。いや、でも決めきらんと、うん、いや、今の決めれたやろ、試合に出るぞ。うわ、グッティー、しっかり。あー、入っと、入ってない。今のクリポの動きっぽかったやろ。うん、あれ、クリポのムーブよね。確かに、クリポ、すげえな。なんでそこでクリポすげえ。いや、クリポ、あれ、ほとんど決める。うわぁ、うん、ほとんど決めるよ。6-6。接戦よ。6-6。うん、スリー、これで、うん、よしよしよし。バスケ部あるあるって、はい、ネットないとやる気半減されん。いや、ない、それはやる気の問題っすね。そこのこと言ってない。いや、半減はないっす。嘘、それはネットなんでよ。シューティングとか時刻やない、跳ね返ってこんか。そうそうそう、あ、もう置いてかれたね。はい、逆転、見てよ、ナイス、リョウさん。リョウね、フィジカル使い始めるけど、呼び捨て呼び捨てやめろ。いやいや、そこはね、やっぱ大変な相手として、フェアに、そのなんで3とかつけちゃうから、ね、ジャンプ力エグいもんな。何その人、何その人、コムちゃんにね、身長差あるけんってね、フィジカル狙おうとしてもね、ごついけんやめたがいいもん。後悔するぜ。いやけど、普通にやられるけんね、フィジカル。いやね、痛いもん、筋肉を感じれる。え、何今の。そういう技っすね、今の。グッティーだな、完全に止められてるやん。
スムーズだな。おっと、浮かせるパターン。今日全然ないけどね。お、これ入る？確信やん。確信くれ。ああ。外してるやん。もうちょい決めた顔で来てほしいけど、ね、ちょっとニヤニヤしたい感じ。が、決めた顔だよ、俺の中で。決めてもめっちゃダサいや、今。疲れてる。これね、実は一回タイムアウト挟んでるっすよ。そうそうそう、リョウがね、限界来てる。リョウさんね、グッティ。いや、グッティ、いや、グッティ、うまいな。グッティやな。ギリスうまいな。めっちゃうまい、この距離感がうまいわ。うん、取り方もう打たせる。おお、入った入ったね。今のは2ポイントやね。もうマッチポイントや。うん、曲流れてる。そう、なんか何時かのチャイムになったの。12時かな。そんなに。うわ、うまい。え、ガチある。素晴らしい。勝ち越した。勝ち越したね。はい、ということで今回もありがとうございました。ジャニー勝ったぜ。みんな今日も動画見てくれてありがとう。おすすめの動画もよかったら見ていって。年内目標10万人に向かって、みんなの一人一人の協力が必要です。一緒に達成しようぜ。